HD Graphics 2000を内蔵する Core i5 プロセッサインテル HD Graphics、インテルアイリス Graphics、インテルおよびアイリスプログラフィックスとは、インテルから発売されているプロセッサに内蔵された、グラフィックコントローラのシリーズ名である。単に、HD Graphics と呼ばれることもある。インテルの統合型 GPU のブランドは当初、HD Graphics のみだったが、 第4世代コアプロセッサでは、最上位にモデルに対して、インテルアイリスグラフィックス、インテルアイリスプログラフィックスのブランドが与えられた。第8世代コアプロセッサでは、インテル UHD グラフィックスのブランドが与えられた。本校では、これらブランドも取り扱う。旧世代インテルプロセッサー向けインテル、HD グラフィックスを内蔵するコア i5 プロッサインテル HD グラフィックスは、 同社のインテルグラフィックスメディアアクセラレータシリーズを置き換えるもので、同社の開発した CPU に統合される形で設計されている。インテル HD グラフィックスは単体のグラフィックスプロセッシングユニットではなく、主にコストの削減や消費電力を減らすため、高いグラフィック性能を必要としない安価なコンピュータにおいてオンボードグラフィックに用いられている。 インテル HD グラフィックスが登場するまで、インテルは内蔵グラフィックスを、マザーボード上のノースブリッジに組み込んでいた。これには、インテルエクストリームグラフィックスやインテルジェメが含まれる。後のプラットフォームコントローラーハブの登場により、プラットフォーム刷新の一環として、ノースブリッジが除去され、これらのグラフィックスの処理機能は CPU に移された。公式情報。 GPU の世代数はインテル HD グラフィックス、以前の世代を含めた数。過剰書きないで一部太字の箇所は、新しく対応した規格やバージョンを、簡略的に示したもの。二千十九一から二千十一九三発売四十五ナノメートルプロセス CPU、セレロンュー 3XXX、p 四 x x x ペンティ i ム m U5XXX。 P6XXX、G69XX、第1世代コア i3,i5,i7XXX 発の HD、グラフィックスであり、GPU と CPU のシップ。モバイルのみ、ダイナミックフリークエンシー技術に対応し、GPU と CPU の負荷バランスを見ながら、GPU の動作クロックも TDP の枠内で、上下させるようになった。 実行ユニットが2機増加した。機能を活かすには対応する、チップセットを実装した、マザーボードとの組み合わせが必要。2011-91から2013-92発売32ナノメートルプロセス CPU、セレロン XXX、ペンティアム XXX、第2世代コア i3、i5。 i72xxx、e、G4E32xx GPU が CPU のチップに内蔵され、ラストレベルキャッシュも共有できるようになり、パフォーマンスが向上。デスクトップやサーバーでもダイナミックフリークエンシー技術に対応し、最大動作クロックが上がった。実行ユニット1機で8フロップス、クロックに強化された。P3000 は、 ECC メモリの対応と業務向けアプリケーションの最適化と認定が追加されている。また、P3000 は C206 チップセットと組み合わせることで使用することができる。2 0 1 2 9 2から2 0 1 3 9 3発売22ナノメートルプロセス CPU セレロン 10XX G16XX Pentium A1018 2XXX、X, 第3世代コア i3,i5,i73XXX、G4E32X5V に実行ユニット1機で16、フロップス、クロックに強化された。2013-93から2016-91発売22ナノメートルプロセス CPU、アトム Z37XX、c e l e r N2XXX、 J1XXX、Pentium N35XX、A1020、J2XXXVP8 のハードウェアデコードに対応した。2013Q2 から 2015Q1 発売22ナノメートルプロセス CPU、Celeron 29XX、G18XX、Pentium 35XX、G3XXX。 第4世代コア i3,i5,i74xxx,G4E312x5,12x6v3, マ、コンサバティブモルフォロジカル。アンチエリアジング、従来のムゼよりも性能が向上している、アンチエリアスの追加と、アダプティブレンダリングコントロールの追加。GT3 では、スライス単位でパワーゲーティングができ、メディアタスク等で、演算性能が、 一定以下しか必要とされない場合は、2個のスライスの打ち方方をシャットダウンして、リーク電流を抑える。GT3E では、CPU-GPU 全体に L4 キャッシュとして、E-DRAM をパッケージ上に搭載により、帯域を必要とする処理が、高速化。2014Q3 から 2015Q に発売14ナノメートルプロセス CPU。 セレロン 32XX、37XX、ペンティアム 38XX、第5世代コア M、i3、i5、i75XXX、G4E32X5、12X8V4、実行ユニット1機で8 i o p s クロックに強化された。共有仮想アドレス領域が、 ハードウェアでサポートされ、CPU コアと GPU コアの間のデータ交換が容易になった。2015-91から2016-91発売14、ナノメートルプロセス CPU、セレロン N、J30XX から 31XX。 ペンティアム NJ37XX2015Q1 から 2016Q1 発売14ナノメートルプロセス CPU、ATOM Z8XXX2015Q3 から 2016Q4 発売14ナノメートルプロセス CPU、第6世代コアプロセッサー系 CPU と GPU の連携やマルチタスクに重要となる機能が強化された。また、 実行モデルは、アウス、パックト型モデルが廃止され、ソア、スカラー型モデルのみとなった。イドラムの制御が、システムエージェントに移された。2016-93発売14ナノメートルプロセス、CPU、セレロン N、J33XX から34、XX、ペンティアム N、J42XX2016-93 から2017、 Q3 発売14ナノメートルプロセス CPU 第7世代コアプロセッサー系 Windows Mix トリアリティに対応した 2017Q3 から2019発売14ナノメートルプロセス CPU 第8旧世代コアプロセッサー系 2017Q4 から 201X 発売14ナノメートルプロセス CPU セレロニエヌ J4XXX ペンティアム N、J5XXX カノンレイク、マイクロアーキテクチャに組み込まれたものが、第10世代であったと言われているが、カノンレイクは GPU が有効にされた製品が、出荷されないまま事実上キャンセルされたため、該当する製品は存在しない。2020年第3四半期2021年第1四半期発売、10ナノメートルプロセス。 インテル G ベース GPU を統合2021年11月以降発売。インテル7プロセス。アームアーキテクチャのビッグ、リトルに準じる高効率コアと高性能コアの組み合わせ CPU にインテル G ベース GPU を統合。ありがとうございます。